関西のリーダーっていうとね、大阪府ってイメージするでか、都道府県のね、にゃ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 、まあそんな感じするわな。2番手って言ったらどこ思いつく？やっぱ神戸か京都か、京都かな、うん、京都やな。和歌山は難しいとこ聞こえてくるな和歌山はリーダーじゃないですよね。そうだよな、つまり人それぞれやからな感覚言うね。兵庫は神戸が強いからな、うん、まあいろいろね論争はあるやな、まあ、下からの方が早いな多分なそのリーダーかというと、あ、そっか、リーダーかな、イエス、ノーで答えたらは分かりやすい。リーダーというかそのなんていう の経済的なね、そう、町都会的な意味ではとか、なんかでも和歌山は和歌山で別のベクトルで考えるとね、例えばその高野山とかその空海が作ったとかね、そういうレベルで考えるとなかなか古の古き町ですよ。じゃあね、歴史とかまるっとまとめると、あと大自然がいっぱいある。